OK! おはようございます。おはようございます。あ、若おじ先生。いや。どうかしたんですか？今日から仕事だって聞いてね。もしものことを考えて、圭一さんに来てもらったのよ。それだけじゃないさ。美月ちゃんの歌を直に聞きたかったしね。何かあったらすぐに言うんだよ。なんだって？そんな、まさか、本当に君が。ああ、キラー・タクトだ。嘘だ！そんなこと信じられない！タクトが死んでたなんて！ケイチ。何より、君のその姿はどう説明する？声は！僕の知っているタクトとは全くの別人じゃないか！第一、今まで僕はどうして気づかなかったんだ。そうか、ルート L が解散してからお前にそんなことがあったのか。ああ、さっきは取り乱したりしてすまなかった。いや、でも僕はまだ納得できない。ここまで説明してんのに。いや、そうじゃない。君が昔の仲間だからこそ納得がいかないんだ。なんで君が美月ちゃんの命を奪う死神なんだ。仕方ねえだろ。俺だってこんなことしたくない。でも、あのさ、ん？この間の話だけど。ああ、死神のタクトには悪いけど、僕は美月ちゃんを死なせるつもりはない。美月ちゃんの死の原因が喉の病気なら、僕は医者としてその原因を取り除く。それが僕の使命だ。俺は確かに死神だけどな、俺もあいつを死なせるつもりなんてない。タクト、俺たちの目的は一緒だ。またいろいろとよろしくな。無理してない？体大丈夫？もう全然。そう、よかった。あ、おしげさん、ここで止めて。何？家まで送らなくていいの？うん。じゃあ、おしげさん、ありがとうございました。どういたしまして。みんな、みつき
月のことよろしくね。はーい。かっこいい。退院してからずっと送り迎えしてくれてるんでしょ。すごいよね。でもレーシングカーって普通の道走っていいの？なんかだんだん卒業するんだって感じになってきたよね。でも卒業したってまた同じ中学で会うじゃないね、みつき。うん、みんなで一緒に卒業か。またみんな一緒のクラスだといいね。あ、そうね、そうだといいな。でしょ。どうかなんとか言って、クミは町田くんと一緒のクラスがいいんだにゃん。何言ってんのよ。赤くなってる。もうわかな。いいないいな。バカなブラブラブラリー。うるさいってば。何がだ？一緒の中学にみんなで行けるって。みつき、私中学生にはなれないのにね。でも大丈夫、私それまで精一杯歌って頑張って生きる。 H 君もきっとそれを望んでるんだもん。それで大丈夫ってわけか。うん。俺にも嘘をつくわけか。俺には正直でいてくれよ。だから正直。嘘だ。行きたいなら行きたいって言えよ。怖いなら怖いって言えよ。俺に嘘つくなよ。そう思って当たり前だろ。一人で全部抱え込むなよ。じゃあ、じゃあそう言ったらどうだって言うの？怖いって言ったらどうだって言うの？本当は私だって。大丈夫だ、心配するな。俺が死なせない。俺もお前には嘘をつかない。俺がお前を守る。絶対死なせやしない。こいつを今守ってやれるのは俺だけだ。